大塚耕平君。国民民主党新緑風会の大塚耕平でございます。国と地方の役割分担ということで、今日はちょっと基本的なことを確認および勉強をさせていただきたいと思います。それぞれが行政を担うということは当然財源が必要なわけでありますが、私の地元の名古屋市も一時独自の減税で随分にぎやかな議論が行われましたけれども、地方税を独自に減税した自治体が戦後どのぐらいあるかということをちょっとお伺いしたいんですが、すべての事例をというふうにお願いしてあるんですが、時間に制約があるので、またもしたくさんある場合には後で資料としていただければいいんですが、ここでは代表的な事例をご説明いただきたいと思います。ただその時のその独自の減税というのは、例えば今回のコロナ禍でですね、住民税とか所得税、国の方針によって減税できることになって、それを市民や自治体の住民の皆さんに告知している、こういうのは当然独自には入れずにですね、まさしくその自治体の独自の判断で減税をした事例というのが一体どのくらいあって、どういうものがあるのかについて、まずは概略を教えていただきたいと思います。総務省稲岡自治税務局長。お答えを申し上げます。税率につきましては、地方税法におきまして税目ごとに一定税率、標準税率および制限税率の3つの方式を定めるほか、特定の税目については税率を特に定めず、地方団体が任意に定めるものとされております。このうち標準税率は地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、その財政上その他の必要があると認める場合においてはこれに要することを要しない税率とされております。ご質問の地方税の独自の減税を標準税率未満で課税をしている場合としてお答えさせていただきますと、現時点においては個人住民税について市町村の標準税率は均等割で3500円、所得割の税率は 6%、 指定都市は 8% とされているところですが、愛知県名古屋市が均等割を3300円、所得割を 7.7% に、大阪府田尻町が均等割を3200円、所得割を 5.4% といたしております。なお過去において標準税率未満で課税されている状況について確認できる範囲でお答えを申し上げますと、個人住民税均等割については昭和40年度から44年度までに2団体から9団体、昭和50年度に1団体、昭和56年度に3団体、昭和57年度に2団体、平成3年度に2団体、平成4年度に1団体、平成22年度以降は1団体から3団体となっております。個人住民税所得割については昭和40年度が11団体、昭和41年度から51年度までが1団体から2団体、平成22年度以降は1団体から3団体となっております。固定資産税については昭和39年度から昭和45年度まで1団体から2団体となってございます。法人住民税につきましては均等割、法人税割ともに平成22年度以降、23年度を除いて平成30年度まで1団体となっておるところでございます。大塚耕平君。後でまた資料としても頂戴したいんですけれども、その減税はそれぞれの法的根拠としては何を根拠に減税されていると考えたらよろしいんでしょうか。稲岡税務局長。先ほどお答えを申し上げます。先ほどもご答弁申し上げましたが、地方税法に標準税率として税率を定めておりますが、実際にこういった減税をしている場合も含めて地方団体が条例で税率を定めますので、根拠は地方団体の条例ということになります。大塚耕平君。つまり減税を行うにはその減税が必要となる合理的な理由なり、その手続き的な根拠がいるわけなんですが、そうすると今のお話だとその減税が必要なその合理的な理由というのは
特に問わないということなのか、それがやっぱり条例に定められるのがいわば条件なのか、そのあたりは総務省の解釈としてはどういう解釈なんでしょうか。稲岡税務局長。お答え申し上げます。先ほどもご答弁申し上げましたが、標準税率は地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、財政上その他の必要があると認める場合においてはこれによることを要しない税率とされております。したがいまして、標準税率以下で、税率を条例でお定めになられる場合は、財政上その他の必要があると認める場合に、該当をするということで、条例でお決めいたになっているのではないかと承知しております。大塚耕平君。短い時間で深掘りはできませんので、ちょっとこの私の問題意識だけお話しさせていただくと、財政上その他の必要な事情というのが、それが例えば、首長が立候補された時のその公約に掲げていてですね、でそれがその方が候補者が勝ったということをもって、そのままできるものではなく、やっぱりそこには今度条例で、必ずそれを定めるという手続きが必要だという理解でよろしいですか。稲岡局長。そのような理解で、結構だと思います。大塚耕平君。はい、ありがとうございます。今日はあくまで確認および勉強させていただいているということですから、ありがとうございます。で今度はですね、じゃあそういう自主的な独自の減税を行った場合に、そのことがその自治体の地方交付税の算定基準等に何か影響することがあるのかということについては、どういう原則だと考えておけばよろしいでしょうか。総務省前田自治財政局長。お答え申し上げます。地方交付税の算定に用います基準財政収入額は、各地方団体の標準的な税収見込み額等を合理的に測定するものでございます。従いまして、地方団体が独自に行う減税につきましては、これらの措置が行われないものとして、基準財政収入額の算定を行うことになります。そのため、地方交付税の算定額には影響しないということになります。大塚耕平君。例えばですね、そうすると、こういうケースはどうでしょうか。多くの自治体で医療費の無料化、例えば小学生無料化とか中学生無料化とか、いろんなことが行われて、いるのはご承知のとおりなんですが、そういう施策によって、その自治体の財政が厳しくなっているというときにはですね、それは地方交付税算定上はどういうメカニズムで、どういう力学が働くというふうに理解したらよろしいでしょうか。前田財政局長。お答え申し上げます。例えば今ご指摘のございました医療費の無料化というものを地方団体独自の施策として展開されたといたしますと、それは国の施策ではございませんので、基準財政需要額には反映されないということになります。あくまでも既存の地方税収、それから地方交付税の中から独自にその財源を捻出されてですね、取り組まれるというふうな位置づけだろうかと思います。大塚耕平君。ということは、形式的にはそういう施策を行った結果として、今、各自治体の財政事情が、それぞれ個別にあるわけでありますが、その財政事情の悪化の原因を総務省側は個々に理解した上で、それぞれの自治体に対する対応を決めているのか、その結果に対して出てきている財政赤字というのは、地方交付税算定上とか、その他の総務省の施策上は、それはそれとして、形式的にその赤字の状況を構造的に受け止めるのか、これはどういうふうに理解しておいたらよろしいでしょうか。これ、最後の質問です。はい、前田財政局長。お答え申し上げます。もとよりそういったいろいろな施策を打たれるということになりますと、当然それはそれぞれの団体の予算に計上しなければなりません。したがいまして、まずはそれぞれの議会においてですね、
しっかりした説明をしていただいた上で、その予算を成立させていただくということが必要になります。でその上で、仮に個別の地方団体を見てです、財政運営上非常に厳しいと、結果が出ているといたします。そうすると、当然その原因は何なのかということを、私どもとしても究明しなければならないというふうには考えております。考えておりますが、まずはそこまででございまして、よほどの特段の事情のない限り、その当該団体の財政構造を把握した上で、必要に応じてその財政運営について助言を行うというのが基本スタンスでございます。清水